名鉄6750系電車。名鉄6750系電車。名鉄6750系電車は、1986年、昭和61年から、名古屋鉄道、名鉄が、瀬戸専用に製造した、通勤系電車である。名鉄で吊り掛け駆動方式を採用して製造された、車両としては、最後の存在である。日本の大手私鉄の旅客車。 1067mm 以上の一般的な期間に限っても最後に製作された吊り掛け駆動車であった。2011年3月に営業運転を終了した。瀬戸線では1978年、昭和53年の河川電圧の 1500V への昭圧以降、単位スイッチ式関節非自動制御方式に、 扉車体の3770系や3780系などが運用されていたが、それらの走行性能が劣ることから、通勤ラッシュ時の定時運転に支障をきたすようになって、来ていた。また、3770系には、サービス上冷房装置が搭載されていないのも、問題があった。当時、瀬戸線の輸送需要が増大の一途をたどり、車両の増加や、 更新の必要性が生じてきたという背景もある。一方、本線系に多く残っていた AL 社の機器流用、車体申請による旧型車の更新を7300、景気、約15年ぶりに再開する計画が浮上した。そこで3900系の下回りを転用して、当時すでに瀬戸線で運用中であった6600系に準じた車体を新造することになった。 まず、1986年、6650系という故障で2両編成2本、4両が落成した一時車。そして、1990年、平成2年には二次車として、仕様を大きく変えた4両編成5本、20両が落成し、一時車と区別する通称として6750系と故障された。後に、 この6750系という故障が正式故障となり、一時車も6750系と称されることになった。編成は6600系やその母体となった6000系と同様の MT 比1、1で蘇生されるが、機器流用元の旧型車と同様に編成内の電動車と付随車の向き、連結順序はこれらの新性能車と逆となっており、 系列名の6750を名乗る車両は、制御電動車のも6750型となる。本系列24両すべてが吊り掛け駆動、エール車、間接自動制御車である。その後、名鉄では3300系、2台やも510型などが退役したため、本系列が唯一の吊り掛け駆動電車となった。その後、日本の大手私鉄においては、 東武鉄道の5050 50系や西日本鉄道の300系、313型といった吊り掛け駆動電車の旅客営業運転が2007年、平成19年までに終了したため、その後は 1067mm 以上の一般的な機関における車両としては大手私鉄唯一の吊り掛け旅客車となっていた。本系列は名鉄最後の自動空気ブレーキ車でもあり、 ブレーキの操作がやや特殊で、ハンドルを中央より右奥に押し込むことでブレーキをかけ、ブレーキシリンダに圧縮空気を送る、電磁直通ブレーキの約2秒に対して4から5秒をかかる、そのままの制動力を維持するときはハンドルを中央に、重なり位置、緩めるときは左へ戻すという路面電車や蒸気、機関車のような運転操作を行っていた。中鉄製林後のため、停止直前には、 段階的に緩めないと急停止になる。このような構造のため、停車時にはハンドルを頻繁に操作する光景が見られた。1986年春行、同年3月28日から運転を開始した。車体は前期したように扉や窓配置などが6600系に準じた仕様で、方向膜も種別表示部と行き先表示部の一体、構造であるが、 6600系よりも拡大されている。片側3、扉車体で、客室の座席は通勤輸送に適した、ロングシートとされた。その他、6600系と比較すると先頭車前面の、廃晶機、スカートが省略され、床面が 40mm 低く、側窓の差し、外枠の角の形状や、開閉方法、下段上昇、上段バランサー式加工が異なる。 固定連結側の貫通路扉も型開きになっている。客用ドアはステンレス製だが、当時の名鉄では珍しく客室側が無塗装である。冷房装置は能力1500キロカロリー、H の集約分散式を2機搭載としたが、6000系列で装備されている熱交換換気装置は省略さた。そのため、冷房能力が低く。 夏季は朝夕のラッシュ時にしか運行されないことが多い。標識灯は LED 式である。自動放送装置は当初取り付けられていなかったが、後年の改造で取り付けられた。台車は3 9 0 0系、第4編成のものをそのまま転用した FS16 ペデスタル式、コイルバネ台車である。運転速度の低い瀬戸線に合わせて、歯車費用61、 19イコール3.21から63、17イコール3.71に変更したが、変電所容量の関係で、限り流地も下げたため、軌道加速度は、定員乗車時時速 1.6km、S である。電動空気圧縮機及び、冷房電源などを供給する、静止系インバータは心臓された。また、主制御器は、種ネ社の電性付きアブフム、 3900K でも第4、編成のみの独自仕様を廃棄して、標準品の ES568A に変更され、主管制御機も同様に小型ハンドルのものとなった。ブレーキは、従来から名鉄で投入されてきた吊り掛け駆動車の機器流用車と同様に、自動空気ブレーキ、制限紙は中鉄周囲のまま損置されている。ただし、FS16 台車は、 ブレーキシリンダが、台車枠に内蔵された構造で、種車の2904回と同様に、名鉄の旧性能車では、唯一の台車ブレーキである。旧ダイヤでは2本を並結した4両編成で常時、使用されていたため、中間の2両には、列車無線装置が取り付けられておらず、またホロが装着され、編成間の行き来ができるようになっていた。 1990年6月竣工。前面が貫通型なのは一時車と共通するが、瀬戸線では4両編成が標準の蘇生となっていたため、4両固定編成となった。ただし、中間車である s 6 6 8 0型には、中間運転台が同じく中間車であるも6780型には、車掌室、中間運転台付きがそれぞれ設けられた。 これらは、旧北山工場での検査作業の利便性や、曲線が多いセット線での運用において、各駅のホーム部の視野を確保するためのものであったが、旧北山工場の廃止や、各駅のホームへの監視モニターの整備などにより、使用されることはほぼなくなり、当初は2両ずつに分割できるように連結器は、密着自動連結器であったが、後に、棒連結器に取り替えられた。 自動放送装置は落成当初から取り付けられている。6000系が本線系から転属されるまでは、瀬戸線で唯一種別と行き先が分かれた方向膜を持っていた。全面貫通扉にはサボ受けがなく、ガラスが少し右側に寄っており、左右対称ではない。先頭大場小面部は、窓が拡大されて、本系列固有の形状となり、側面は6500系6次社以降に準じた。 村島と構造になった。4000系が導入されるまでは、瀬戸線で唯一側面に方向膜が装備されている車両でもあった。座席は一時車と同じロングシートではあるが、これも後に登場する6500系、八時車や3500系の先行仕様になっていて、化粧板はクリーム色で扉周りの立席スペースを広くとっている。ただし、扉間の座席はそれらよりも一人分長い。 サ6680系の中間運転台に隣接する一席は座布団が独立して脱着可能となっている。当初の座席モケット色はアーバンストライプパープルと称するライトパープルだったが退色が激しいためのパープルやブラウンパープルに取り替えられた。なお冷房装置は一時車の二機搭載に対し6500系五時車以降に習い三機搭載となっている。 台車は3850系、3900系、3400系、さ2450系のものを流用し、栄え長方先頭車の6650が FS13、ペデスタル式。その他は、FS107、ゲルリッツ式内紙は3780系の、廃車発生品流用の FS35、ペデスタル式を装着する。主電動機出力五キロワット。 歯車比3.71、主制御器 ES-568A は一時車と同様の仕様となっている。ただし、ブレーキは、車体ブレーキである。また、一時車と異なる点として、カルダン駆動方式、電子直通空気ブレーキへの改造が可能となっており、新性能化にも対応していた。2005年9月時点の車両番号を基本として、記載する。 瀬戸線では2008年度から新型車両の4000系投入による車両の更新が進められた。車体については6600系、6000系より本系列の方が新しいものの、足回り機器の老朽化並びにメンテナンスの雑さが災いし、先行して廃車が進められた。2009年に二次車4編成16両が廃車となったのに続いて、 2010年度増備の4000系第6編成運用開始を受けて2011年3月末までに残る2編成8両が運用終了する段取りになり同年1月29日からありがとうヘッドマークを掲出していた2011年2月20日には6750系のさよなら運転が行われたほか記念乗車券の発売や記念イベントも行われ これをもって二次社の運行を終了した。同編成は翌3月9日から10日にかけて搬出され、解体場へ搬送された。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。